皆さんこんにちは。今回はトラベラーズノートを、ウォレットとして財布として活用するそういうチップっていうかなんかこう方法を共有したくて動画を撮ってみるようになりました。普通にオリジナルサイズのこうでかい方のトラベラーズノートの場合は財布として使うのにそこまで苦労をしませんね。なんかこう大きいのでもう紙幣もそのまま入るし、なんかこういろいろこう収納もできるのであんまり問題はないんですけど、ただちょっと大きかったり重かったりするので、財布としてわざわざ活用する方はそこまではいないかもしれないと思います。とただあのパスポートサイズの場合は、軽いので、小さくて軽いので結構持ち歩きやすいので、それを、ウォレットとしても使えばいいっていうあの人が結構周りにいるんですよね。でそれでなんかこうこのパスポートサイズのトラベラーズノートをどうやって財布として活用できるのかっていうことをちょっと紹介してみたいと思います。まずまあ一冊のこうトラベラーズノートを設定してみたいと思うんですけど、実は私10月末頃に韓国に出張があるので、その時にちょうどこの一冊だけでなんかこうダイアリーとかだから手帳プラスウォレットとして使えるようにちょっとセッティングをしてみたいと思います。はい、じゃあまず、まあ、2冊のノートを入れといたんですけど、あ、ノートじゃなくて、まあ、1冊はこう一番前はパスポートですね。でパスポートを一応こう入れといて、それで2冊目はこういう手帳として使えるあの薄いノートを1つ作って入れておきました。まあ、日程この日程でだけで使うそういう手帳として、まあ、セッティングしてて入れておきました。まあ、これは、以前の動画の中でクロノデックスというノート作りの話で出てくるそういうノートです。でそれでなんかこう私はもう3つ設定しといたので1個が残ってる状態ですね。ここに財布をセッティングしてみたいと思います。まずここに何を入れるのかというと、こういうジッパーケースを入れようとします。これジッパーケースはいろんな種類あるんですよね。なんかこうこういうあのこれはトラベラーズファクトリーです。あの売っているコットンのジッパーケースです。でこういうのもあるし、私はあのこう、まあ、韓国で購入したんですけど革製のこういうものも使ったりもしてますね。でこういう製品もあるんですけど、普通は一番安く手軽くこう購入できるものとしては多分、基本的に売っている PVC 材質のこうジッパーケースの場合も完全も使えると思うので、そういう透明なものも大丈夫だとしたらそれも使っていいと思います。まずここではそういうコットンジッパーケースでこう設定してみます。でまずこれを入れますね。ここに入れてもいいし、まあ、全体回して入れても全然問題ないと思うんですけど、私はもうお金の方にカードも近く収納したいので、まあ、こういう形で入れようと思います。でそうやってまあこの部分とかこの部分にどっちでもいいので、そこにまカードみたいなものを収納したりすればいいんですよね。こういうふうに、はい、これこうやってここにはやっぱり、はい、こうまあ、100円玉とか500円玉とかこういうお金を入れることに使います。でこういうここまでの部分は、まあ、皆さんよくこう活用してると思うし、よく使っている方法と同じだと思うんですね。でここから大事なのはこの一番中側に内側に入れないといけないのがこのクラフトファイルです。クラフトファイルを必ずこの一番中側に入れて内側に入れて、それでこうすると設定完了です。でこの理由は何かというと、ここに紙幣を入れるためですね。はい、多分マニクリップみたいなあの設定だと思うんですけど、そういう概念でこうやって紙幣を入れると結構簡単にこういう紙幣をこう収納することができます。で普通は多分こういう方法使わないと、畳んでこれをまあこっちに入れたりなんかいろんなところに差しといたりするしかないんですけど、意外とこれがすごく楽なんです。
マニクリップよりは、安定性よく収納ができるし、そして意外と財布よりこう出したり入れたりするのが楽なんですよね。それですごく活用することが良かったので、ぜひ紹介したくてこの動画を撮ってみました。でこうやって持っていくと、まあ、財布も入ってて、そして、まあ、手帳も入っててパスポートも入ってるので、これまあ出張用として一冊のなんかこう軽い手帳として持ち歩くことができてて、私はこういう風になんか短期間の移動とかは使う方です。皆様もこういうティップっていうか、こういう活用法が良かったらぜひ活用してみてください。じゃあそれなら次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。